投資ですね、長期分散投資、投資に回すお金を準備したいということでご相談いただいているんですけど、支出を減らすにはということでご相談ですね、まあ、節約したいので、節約するにはどうすればいいでしょうかというご相談ですね。まあ、大きな金額から見直すというのはもうずっと常々言っていることで、固定費ですね、何しろ大きいのは、まあ、電気代も上がってきて、もちろん見直しとかですね、節約も大事なんですけれども、やっぱり節約効果が大きくて続くというものを言うと、やっぱり家賃みたいな大きなものですね、まずこれを見直す。必ず無駄な家賃がかかってたりします。ですので、分相応のですね、家賃に見直す、引っ越すというところですね。あとは、保険ですね。保険もやっぱり無駄にかかっていることがかなり多いです。あとは固定費でいうと通信費、まあ固定のプランの場合なんですけども、固定プランがですね、無駄にかかっているということもあります。あとサブスクを見直すとかですね、まあ、要はきちんと支出を可視化するということですね。